だけ世の中を明るくしています明るい、それから今度は京都の、 京都会館の近くになるんですが、東山二王門というところがありまして、そこからドラム堀尾哲司さんです。そしてですね、あの大石神社、大石蔵之介のがいた大石神社に近いところの山科です、はい、山科から来られましたこの、素晴らしいギタリストです、田中晴之さん。田中さん、ありがとうございます。呼んでいただいてゆっくり聴いてください。はい、では始めたいと思います。
哲司さんです。もう一人、こう一点美人のお姉さんがいます。さっき言ったけど、むしゃむしゃカレーも食べてましたけど、その分いい声が出ると思います。大きな拍手でお迎えください。ボーカルス、坂井千文。Oh, yeah.
8823ブルースバンドです。はじめましての方もね多いですよね。ありがとうございます。あの靴下の足がなんかスカスカするんですけど、お座敷でブルースライブは8823にとっても初めてかな。はい、今日初めてこのすみれのお宿にやってきました。どんなとこなんですかと何度おばさんに質問してもはっきりした答えが返ってこなくて、でもあ、うるんか、だからなんか言葉では説明できへんかったんやなってのはなんか来て分かりましたね。細いせんな君らなんか角持ってきたんだこんなちいちゃんなねお客さんがいてくれることもあんまないし、あの皆さん好き楽しんでください。ほんまにあのお酒を召し上がれる方は寝転んで見てもらってもお座敷券ね全然ええし、はい、全然ありやん全然ありやん全然はい、ブルースなんで歌詞があの英語なんですね。だからあんまりこんなこと言ってんやなーっていうのが、分からへん分、ブルースというのは楽器がもうおしゃべりをしまくってるようなそんな演奏になります。普通のそれはポップスの歌よりもだから楽器の、ソロの時間がたっぷり